はですね、福岡市早良区というところに来ているんですけど、今回は皆さんも一度はですね行ったことあるであろうあのスーパー銭湯が大リニューアルしたということでやってきました。そのスーパー銭湯というのがですね、こちらです。福の湯さんです。この大通りに面したところにあるんですけれども、なんとですね、この度福の湯さわら店7月25日堂々リニューアルオープンとなっております。今日23日なので、このオープン前にですね今日はやってきました。半年かかっての大リニューアルなので、もう本当に待ってたっていう方も多いと思うんですけれども、あ、ちょっと外観も変わってる。なんかやっぱり綺麗になってますね。ちょっと前とは違うよね。深夜の3時までやっておりますね。この営業時間の長いこと、朝は9時から。今日はですねレセプションということで、いろんな取材が入ってるそうなんですけど、わあ、もうすでに綺麗。あ、違うね、やっぱりこういうあの券売機のこの木の感じも新しくなってる。受付がここになってます。前は入って左側にあったもんね、受付です。そしてちょっとゲームセンターとかが、マッサージチェアがあり、こんにちは、はじめまして、こんにちは。全然沢田芸人じゃないですよ、僕は。あ、そうなんですか。そうですよ。え、でもいつも見てます。え、嬉しい。めちゃくちゃ気持ちよさそうですね。気持ちいいですよ、毎回。でもこれが見れるでしょ。はい、今からやります。これいつも見てるんですよ。ありがとうございます、嬉しい。嬉しいけど見ちゃうわ、あれ。ほら、ひかりちゃん。これ今俺映ってるだろうけど、ひかりちゃんのすっぴんが見れるんだ俺は。今からすっぴんになります。ひかりちゃんはもうね、すでにすっぴんだもんね。まあそうですね、テレビ以外は出れるうちって時すっぴんいつか出れなくなっちゃうから。床が綺麗ね、もうね。お邪魔します。あ、お、ここに前、この辺りに今までは洗面台、ドライヤーとか、そう、こう、あったんですよ。そう、あったんだけど、うわー、すごい、全然違うし、めっちゃ広くなってる。何これ。今まではね、もう数もこの半分ぐらいだったんじゃないかな。女優ミラーまでございます。すごい。ロッカーですね、フリーロッカーになりまして、自由に選べるようになったんですよ。最高。ロッカー数も増えたみたいです。これはあったっけ。これはあった。空気もすごく綺麗になってるし、本当に清潔感があります。ではお着替え完了しましたので、いよいよリニューアルされた浴室の方に入りたいと思います。この右側にある露天の方はまた後ほどたっぷりお見せします。ではでは、あ、もう綺麗になってるの分かる。オープン。わー、変わってる、綺麗。こちらが福の湯の女湯の大浴場でございます。開放的で、もう一面綺麗になっております。こことかも、これまでは普通のお湯だったけど炭酸風呂になってますね。お風呂の数もめちゃくちゃあります。リラクゼーションバスに、そして電気マッサージも、ああいう風に弱と強っていう表示があって、ハイパージェットバス、すごい。すべてこの、ほら、もうキラッとしてるよ。ここをよく使ってる。23年ぶりのリニューアルってことだから、こういった鏡もそうだし、全部綺麗になってます。サワーヘッドも新しくない？これ
今までと違う。水圧もめっちゃいい。2つのサウナがありまして、もともと福の湯のサワラ店は2つサウナあったんですけど、中が新しくなっているそうです。じゃあまずはせっかくなので塩サウナの方から入りましょうか。なんか明るくなったよね。ねえ、おお、作りはねほとんど変わらないんだけど、すっごいこの日の光が入って内装がめちゃくちゃ綺麗になってます。70度ですね。ストーブも前はガスのタイプだったのが、このメトスのストーン型に変わったってことね。電気式塩サウナってどうやって入るんですか。塩サウナですね、体に塩を乗せるっていう意味で、擦りつけない、うん、肌を痛めないためにこうやってちょっとずつこう乗せていく。ゴシゴシすると肌を痛めちゃうから、乗せることで発汗が良くなります。この塩の浸透圧の影響で。キュウリを揉み込むのと一緒な感じです。そうそうそう、ナメクジが塩が抜けるのとあの理論です。若干まだ粒が見えてて白いのが溶けて透明になるまで待ちます。ちょっとずつ汗も出てきて、何よりこの塩の粒が白から透明に変わったので、この辺で次のサウナに向かいたいと思います。もう下茹では完璧に、ここでちゃんと塩を流していきます。これは忘れずに、このまま行ったら外に行ったら大変なことになるので、急に洗い流したところで、隣のサウナの方に行きたいと思います。動線も完璧、隣です。もう本当にすぐ隣です。この熱サウナの方に行きます。オートロールは1時間に、1回毎時30分。ちなみにこのオートロール今までありませんでした。わあ、すごい変わってる、綺麗になってる。いい匂いね。では全貌こんな感じです。じゃじゃーん。こちらのストーブが新設されましたね。今まではこのこちらにあるオリンピア製のこのガスストーブのみだったんですが、リニューアルされてからはこのメトスのジールというストーブが追加されて、1時間に1回オートロウリュがあるということで、もうこれがあるだけで全然違う。やっぱ今まではちょっと女性にしたからなのかな、少しもう少しあったかい方がいいなって思ってたんですけど、もうね今すごくコンディションが良くなっております。今の温度はですね80度ありますね。もう体感もっと暑いかなって感じです。この階段の数、サウナのこのチェアの階段の数が増えたってことで、一番上の、ここが新設されたそうで、細かいところになるとこの段差の高さが微調整されたらしいです。35センチ、一番上だけ40センチで、この少し微妙な高さを調整することで座りやすくなったそうなんですよ。絶妙なこの差がサウナのこの差活には影響するわけですよ。で、一番上に座ってみました。あ、この景色は確かになかった。見えないんだけど、この奥に断熱材を全て整備することで熱が逃げにくくなったそうです。あの今まで結構やっぱりカラッとしてたんだけど、ガスストーブだけで、やっぱりこのメトスのロウリュ式のストーブが入るだけでかなり湿度も上がって、めちゃくちゃコンディションいいです。暑い暑いです。やっぱ今までと全然違う。さあ
お待ちかねの水風呂に。あー、バチに待った。では水風呂に行きます。もうね、サウナ室の目の前です。動線完璧です。こちらも、はい、水風呂です。くなるとね、もともとね、深いの水深が深い腰まであります。あー、冷たい。では、行っちゃえ。ってないからさ、冷たさがね、めっちゃキープされてる。でもこのね、夏に究極の保冷剤っていう感じ。めっちゃ体が冷える。あ、16って感じかな。16度。日陰の桶はこういう洗面器タイプですね。はい、取っ手がないタイプ、こうやって持ちます、うん、ではリニューアルおめでとうございます。下露天の方に行きます。変わってる。ここが一番変わってるかも。広い。洞窟がない。衝撃。何、こんな照明あった？ないよね。めっちゃ綺麗だし、何より本当にスタイリッシュでおしゃれになってます。何よりこの整い椅子がめちゃくちゃあるのよ。どれに座ろうかな。あの一番奥もいいけど、これもいいよね。あ、素晴らしいシステムが導入されてます。整い椅子、洗浄シャワー、これめっちゃありがたいね。これは楽ちん。わざわざ今までは結構そこのお湯を取って汲んでこっからにかけてたんだけど、やってたよね。平らなところでやってた。そう、その必要がありません。整わせていただきます。あー、気持ちいい。あやっぱ整った後にこの露天のお風呂をね、点々と楽しむのが福の湯の一番の醍醐味だと思うので。あ、ここ炭酸泉になってる。あ、気持ちいい。今までここ普通のお湯だったのに炭酸風呂になってます。炭酸がどんな感じになってる。触っちゃった。ここがもともと炭酸風呂だったんだよね。わりかし女性がひしめき合ってたエリアなんだけど、ここが本日の人工温泉ってことは日によって変わるってことかな。草津温泉になってます。この草津温泉のお湯が福岡でしかも服の上で入れるっていうのはすごい。ちょっとほんのりガクガクしてる感じ、少し濁ってるお湯でめちゃくちゃ肌触りがいいです。気持ちいい。あ、こんなにいろんなお湯を一気に楽しめて最高です。福の湯さん。
館内着に着替えてもう休憩して帰ろうって言ってたんですけど、ちょっとやっぱお腹空いちゃってご飯のメニューがね、見てください、めちゃくちゃ充実しててやばいぐらいにあるんですよ。私、おろしそばを頼みました。夏といえばやっぱりそばでございます。しまちゃんはですね、そばと唐揚げのセット、一番人気のそばと唐揚げのセットですね。我慢できませんでしたこのままもう会社に帰る予定だったんですけど、やっぱりビールを飲まなきゃということで、菊の湯さんのリニューアルを祝して、というか飲みたいだけだろって感じだったけどはい、おめでとうございます。乾杯。いきますね。おいしい、うまい。また私、熱くないのにふってしてたんだ冷たいね、おいしい、うん、うん、カリカリ、衣も、おいしい。超福の湯セット満腹になってちょっとほろ酔い気分で2階に上がってみようかなと。2階の方もちょっとリニューアルされたそうなので、岩盤浴とか休憩のスペースがあるところなんですけど、すごい綺麗になってる、すごい。もともとね、漫画もなかったそうなんですけど、漫画スペースも新設されて、奥には岩盤浴もあり、そしてこうやってちょっとね、こうするホテルまではないんですけど、仕切りがあって一つ一つ寝られるようになっています。なんか読んでたやつとかないんですか？いや、なんかそう、懐かしいと思って、7とか懐かしいあ、これにしよっかな、この大きいクッションが。あ、でもここちょっと狭め、こっちが広めだからここにしよう。今広めの部屋に、もう本当にリニューアルした福の湯は、もう大浴場も露天風呂もですね、本当に綺麗になっていましたし、サウナ室はもうめちゃくちゃ進化して、次来るのが超楽しみになりました。これからもっともっと通い詰めていきたいなと思います。楽しみも充実しております。そして漫画を読んで帰ります。ではさようなら、おやすみなさい。あ、最高これ。この音色は毎回やってる。